どうも皆さん、カイトです。巧みにワイヤーを使いこなすラストオーダーをご存知でしょうか。こちらは2023年2月17日にチームで早期リリースされたゲームになります。スチームギフトを送っていただいたマイクロペーサーさん、ありがとうございます。早速早期でいけるとこまでクリアしたんですけど、完全にクロート向けのデス戻り 2D アクションでしたね。 2D ドットで好みの方はドハマりなグラフィックかと思いますが、ステージもボスも半端ない難しさであり、おまけに操作性の軽さが逆に難易度を底上げしているという鬼レベル。突破した時の緊張感も含めて個人的にはめちゃくちゃ面白かったです。今回はラストオーダーというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、ソウルライク風の 2D ワイヤーアクションです。ポストアポカリプスを舞台に、主人公の雪割が相棒の思考機械と一緒にラストオーダーの記憶を取り戻すために奮闘するイメージですね。攻撃は近接のソードがメインにはなるんですけど、ワイヤーを使った動作が一番の肝になってきます。スイングワイヤーは天井にぶら下がることが可能で、ワイヤーの長さで振り子幅が変わります。一発目の振り子には当たり判定があるので敵にダメージを与えれますね。ダイブワイヤーは壁や敵に張り付くことができる高速移動アクションになり、被弾を回避する緊急回避やステージ突破時に役立ちます。チャックルワイヤーは小型の敵や砲弾などをワイヤーで捕まえて敵に投げ飛ばして攻撃ができます。スキルアップはボスを倒すことで解放されていきます。バフ要素としては拠点で強化ができて、永続バフはライフポイントアップ、回復充填個数アップ、火力アップ、チップ数アップの4種類。オーダーチップはソウルライクでいうパッシブバフになり、必要コストを消費して装備することができます。電話ボックスが休憩、装備、ファストトラベルになるのでチェックポイントと捉えてもらっていいです。これが体力ゲージで、これがシャックルゲージ、これが回復充填個数で、これが得得エネルギー数、これがボスの体力ゲージですね。基本はステージをワイヤーを使いながら攻略しつつ、最終ステージにいるボスを撃破して終わりという流れ。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、ある戦闘がきっかけで意識を失っていた雪割は10年後にふと目を覚まします。彼女は記憶を失っており、重要な思考機械の約束ラストオーダーも忘れてしまっていました。実行するには失ってしまったイーセサルという力を取り戻すしかなく、感じ取れる思考機械の場所に向かうってお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、トータル200回以上はデスる高難易度のステージ。最初から言いますが、ビビるほど難しいのがラストオーダー。 2D ドットでの美しいポストアポカリプスを体験できる中で、ステージとボスの難易度が両方同じぐらいにレベチ。まずステージになるんですけど、1名のチュートリアルステージでさえマリオで言うと6の位置をしている感覚の難しさ。ワイヤーを使って単純に突破するだけの場所でも、飛距離の把握から敵の攻撃パターン、一度でも被弾するとメンタルを持ってかれるメモリ体力など相当に削られます。ほんまに画面越しで歩法何度も上げたのは久しぶりでしたね。特にワイヤーを使って移動しながら敵の包囲網をかいくぐり、やっとの思いで行けた瞬間にデスってチェックポイントやり直しとかマジで泣きました。難解な場所を過ぎたらチェックポイント早く来てくれと心に呪文を唱えます。です。そしてです、さらにです、マジかよと。これが突破した時のアドレナリン半端ないんすよ。絶対に無理だと感じたステージでも不思議と活路が見出せるのがすごい構築具合。相当覚悟して挑んでください。2、トータル100回以上はデスる高難易度のボスバトル。アーリーアクセスのために6ステージ中4ステージまで進めることができるのですが、その4ステージのボスがありえないぐらい強いです。チュートリアルボスといえるドルフィンザサンドスイマーのワームタイプから、全てのアクションを網羅しないと勝てない幅切りシーセンスハンガー、ひたすら岩を放り投げてくる V スラッガーパクトなど、全部がラスボス並みの強さと考えてもらっていいです。以前に紹介したエルデストソウルと同等並みの難しさですね。ですが10回以上デスしてから理不尽と思えてたボスがだんだんと活路が見出せてくるんですよね。特にライカザシャードフェイトの攻撃判定がバグってるぐらいの無双加減って発狂するんですけど、何度も挑戦すると不思議と勝てるんです。この達成感はぜひとも味わってほしい。3、
考えさせられるオーダーチップのパッシブ。パッシブとしてオーダーチップが存在するんですけど、コスト面を踏まえての対ステージと対ボスでの付け替えが非常に重要です。ワイヤー状態で戦うボス戦ではワイヤー中に回復できるチップは必須になってくるなど様々。ゴリ押しが全くできないのが戦略性高かったですね。チップ最大値を上げるのに拠点での永続バスで増やせますが、費用対効果を考えて他のバフに回した方が良くないとかマジで悩む。おすすめとしては回復充填動作が速くなる警戒とスイングワイヤーのダメージ量が上がる鋭利がラストまで使いました。こういったチップで悩むところもうまく使ってあるなと感じ取られました。4クリア時間は14時間。300回以上ですっていうのアーリーラストまでのクリア時間は14時間ほどでした。めちゃくちゃ操作性を理解してからの上手い人であれば10時間は優に切れるかなと。アーリーラスボスが強すぎて拠点での永続バフの振り直しをしてたんですけど、コアエネルギーしか戻ってこなくて、振り分けするための通常エネルギーを回収するので1時間かかったのは内緒の話。トータル的にはかなりよくできたゲームでした。以上になります。ソウルライクワイヤーアクションラストオーダー。美麗な 2D ドットの見た目で可愛らしくは見えますが、中身は想像以上の高難易度。ヒットアンダーウェイをしないと必ずと言っていいほどゴリ寄せないレベチ影。この機会にぜひポストアポカリプスの世界に足を踏み込んでみませんか。きっとこんなん絶対勝てるわけがねえ、でも勝てた最高かよってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。